両広志さん、両広志さんは、大韓民国の医師、外交官。1897年に、富山で誕生。1916年に、ハワイ準州のマッキンリー高校を卒業。1917年から、ハワイ大学マノア校で数学を学んだ後、1920年に、マサチューセッツ州ボストンへ渡米。1923年に、ボストン大学医学部を卒業し、 医学博士号を取得。1924年にハワイへ戻り、病院を開業。両はハワイにおいて、朝鮮人大学クラブを設立。また、ホノルルのキリスト教青年会理事、ホノルル朝鮮人キリスト教財団会長を務めた。1951年から1960年まで、中米大使。1951年7月9日、両大使は、 ジョン・ホスター・ダレスと会談を実施。会談において、両大使は、津島の領有権を主張したが、ダレスは津島はずっと日本の完全たる領有下にあるとし、その要求を拒絶した。また、第二次世界大戦において、韓国臨時政府が対日戦線復刻をしたとの主張も言ったが、これについてもダレスは、アメリカは、韓国臨時政府を一度も承認したことはないと、否定した。 1951年7月19日、両大使はサンフランシスコ条約草案に対する要望書を米国政府へ送付した。内容は日本が放棄する領土にチェジュ島、巨文島、移領島、竹島、ハロウ島を含むよう求めるものであった。また同日にダレス国務長官特別顧問との会談も行い、同様の要求を行ったしかし、米国政府は 当該島々は日本の領土と考え、当時の国務次官補ディーン・ラスクにより同年8月10日に却下された。1953年4月21日、両大使は朝鮮戦争に関する覚書を米国政府へ伝達した。内容は現在の状態のままで朝鮮戦争の停戦が合意されるならば、韓国軍は国連軍司令部から離脱するというものであった。 両大使は朝鮮戦争以降、韓国の国際的地位の向上に努めた。1953年までは日韓間の交渉において、韓国側の首席代表を任され、日本との交渉で先頭に立った。両大使はまた、1951年から1958年まで国連総会の韓国首席代表を務め、 1960年には中ブラジル大使を中米大使と兼任した。1965年から1972年までは巡回大使として各国を歴訪。1972年外務部で待機大使を務めた。ありがとうございます。